ヤガチャガチャンネル。あほんと当たり前のようにやってるけど、いつ終わるんだろうねこの動画。はいどうも皆さん、ヤガチャッチャーというわけで、風来の試練5プラス実況プレイ動画でございますね。今このパート何十かもう私あんまり分かってないですけど、これ追いかけてる人はもう本当にあれなんでしょうね。風来の試練好きとかじゃないと、なんかなんだろうな、すごなんか言葉選ぼうかないんだけどね、頭おかしいと思うね。はい、というわけでね、そんなね、あたおかのみんなと一緒にですね、進めていきたいと思います。視聴者さんのこと頭おかしいっていうのも相当だけどね。金切りか。なので、ちょっと今までの反省を全力で生かしていきたいなとは思ってますと。もうなんだかんだ言いながら、やってる回数自体はそこそこえげつないことになってきてるので、で結局今までのことを考えると、ちょっとしたくだらない油断と、あと終盤戦にかけての要は用意してない力というか、その後半戦に向かうっていう覚悟の足らなさみたいのが全体的なまあ言うならば敗因かなと思うので。ちょっとそことかもね、考慮しながらやっていきたいなと思ってるとこですね。でこれ吹き飛ばし。なので前半戦でいかにちゃんと鑑定をがっつりとかけていって、終盤戦に迎えるか、多分なんですけど、レベルじゃないと思うんですよね。なんかもうちょっとレベルを上げてればなんとかなったっていうシチュエーションは圧倒的に少なかったかなと思っていて、なんでレベルでどうこうなる問題ではないと思ってるので、そこら辺もね、判断軸の中に入れながらやっていけたらいいのかなというふうに思ってるところですね。でこれが身代わりか。で身代わりなんかはね、なんぼあってもいいですからね。引き寄せ、まあそうなりますわな、そうなりますわな。どうしようかな。あーそっか、草投げたからそうなっちゃったのか。なんであくまで一方通行で殴ってきゃいいだけのゲームになったのか。そうっすね。で高そうなと台形が被る、こういう壺かぶりなんかあんまりないケースだからちょっと珍しいかなとか思っちゃいますね。毘沙門、あと毘沙門鈍足か、よいしょ。でまあまあまあ、おっと影縫いで、この構造はもうアイテムないの見たら分かったな、行かなきゃよかった。でなのでちょっとわからないのであれですけど、一回倍速としておきましょう。で倍速はもうそうなるといらないので、加速、ってことはこれ識別ですね。このタイミングの識別は結構嬉しい気しますけどね。でこっち、でこれが保存、構造上は相当いいですよ今回これ。でこうなってくれたことでもろもろの鑑定がしやすくなるっていう、これ自体も非常にいいですね。特にですけど、札とかで分かんないやつの鑑定ができるっていうのはめちゃくちゃありがたいですね。なんか名前分かんないけどみたいな札がね、過去にもいっぱいあったので。猿の巻物、オーラゲシで、風神、空振りで、よいしょ。図鑑に載せるっていう観点においてもね、これ自体はいいとして、
で、よいしょ、おっと、で、まあまあまあ壺とかは潤沢になりましたが、おっとここで獣の盾3、まあそうなるとただの獣の盾は売却用アイテムですね。で桃、敵倒してからかな、よいしょ。で、スーパー状態消えるのは良くなかったかな。でもスーパー状態じゃないと超えられねえなみたいな状態でもなかったからな、非常にむずい。で、よいしょ、オレンジの、あ、危ない、 HP 全開になってからですね、薬草です。で、薄紫、毒草で、ヒョウの巻物、おー、なるほど、よろしくないですね。で、まさかのショップ、まさかのショップっすか。どうしましょうね。まあまあまあ、ちょっとお金だけもらってって感じですかね。で、この構造上多分もうないので抜けちゃいましょう。結局何が手に入るかっていうところに関しては運に任せるしかないところも多々あるので、そこら辺はね、綺麗な割り切りも必要かなと思ってるところですね。まあ後半のドラゴン戦のこと考えるとね、後半で何かしらの、なんだっけ、後半に対してなんか壺系のさ、あの香りの壺系のアイテムが出たらいいなとは思いますけど、まああんまり期待はしないですよね。で、よいしょ、あれ真ん中の方にもフロアあるし、なんなら階段まだか。銅の盾、プラマイもなし。で、階段あったけど真ん中にフロアあるだろ、1個ぐらい。さすがにこのフロアだけだとしたら外れだぞ、外れだよ、ド外れもいいところよ。満腹度の問題もあるからね。まあ今のところ大きいおにぎりが1個あってくれてるから、余りがあるからすぐにまずいとは全く思ってないけど、さあ稲荷の札で、よいよいよい、あーお前もか、めんどくさいからいいや。ハート型22とか言われると鑑定すらむずいんですよね。で、まあ食べときましょう。んで、識別でハート型、冷え冷えコ、炎と爆発が効かなくなる、これ自体は非常に大事にしたいですが、正直出るのは早すぎた感ですね。もうちょっと後で出てくれればまだ有用性の一つもあったかなと思うんですが、さてとりあえず戦力順かな。で最後にお前だ。で、まあ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 金も入って、そうですよね、直線ドーン、直線上にはおったけどどうしようもないですよね。おっと、まあ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 正面突破もできるでしょう。さあこれで探索も終わっちゃったので次のフロアですね。いや、っていうかあんまりレベル気にしなくてもこのダンジョン自体は結構序盤はアッパーで進むようにできてるもんね。で、よいしょ、硬いか硬いか、ひし形の壺、ちょっとまだ放置かな。で、今回残念、おっと、今回残念ながら盾のゲットがうまくいかんかった感があるので、あれだな、すげえ矢が意味もなくいろんな種類来るな。で、
とりあえず倒しといて、細い壺5、高飛びか。まあおかげでもう一回回る気にはなったからいいか。あー来た、しんどで、うい。さあマゼルンはいるので剣はやれるっちゃやれるんすけど、おーほい、空振り。なんでまあ無条件で経験値いただきたいかなみたいな。罠、どうしようかな。おーおーおー、大怒りで一瞬、そんなことある、そんなことある。いやー余裕でいけると思ってたけどな。盾いきなり呪われてるスタートか。盾の呪われてるスタートしんどくね。まあ状況にもよりけりだけど、んでまあまあまあ、おっと、まあ、正直これぐらいのレベル2になっちゃえばね、レベル2になる前に何かあったら事故だけど、鈍足か。で右側に、あー通路だけか。草飲んどくか。高飛び、混乱、死んだんじゃねえワンちゃん。そんなにはあれか、ダメージねえか。何の時間よ。でほい、あー鑑定もできない。で薄緑、おとぎり草、焦げ茶、パワーアップ、毘沙門はネクストフロアだね。封印、いやーさっきのな、そんなに悪くないと思ってたんだけどな。血の恵みでお祓いが解けた、オッケー。今のはもう最悪売られたとかしても攻めようと思ったもんな。でボロい傷地プラ3、ボロい傷地プラ3か。で盾があれで、まあ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 、あれなんかな、木槌って敵倒してても壊れんのかな。さあで鉄の盾、重い盾、重い盾は満腹度が早くなっちゃうでしょ。うーんそれはねちょっとまた違うよね問題がね。さてで、鶏の巻物、ゾワゾワで三日月にクリソコーラ、三河志向でした。まあ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 。でワシの巻物、隕石の盾、おおまた来たぜ。まあ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 、この男鑑定はいつしかこれ来るとは思ってやってるけど、まあ、血の恵み困った時お祓いで解除できるから、解除手段がないわけじゃないのと、血の恵み自体は鑑定済みだから、まあちょっとしんどいはしんどいけど頑張ってこう。タヌキ、バナケシ、肌色、癒しそうで、まあ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 、あとは剣がな。でも木づちだからな、万が一敵に攻撃しても壊れるようだとした場合に行く可能性があるっていうのが怖えよな純粋に。
で、おとぎりそう怪しいカワウソの巻物、カワウソの巻物真空切り綺麗で、ツバメメッキー、あ、呪い解けたわ。だからマイナー1の代わりにメッキ継承ができるようになったから、それ自体は悪くないんじゃない？プラマイで考えたら。あ、でしょ、マイナー1でもつけれるよって言われたらみんなつけるでしょ多分。で、どうしようかな。コウモリ、血の恵み、あ、来ての恵み、識別か。で、ここら辺からあれだよね、余ってくる波数系アイテムで壺の鑑定を頑張りたいよね。で、どかしていって、さあ5回。おっと、猿の巻物、まあただ真空切りじゃねえことは分かってるから。音切り層が2個、三日月の壺にパワーアップ、なんだろうな。鑑定、なので識別なので明かりの巻物ね。でここに、どうしようかな、鉄の盾、保存で、と投げなくてよかった。で厚手に鉄の盾、おそらく監禁。あー、でもこれは流れとしては悪くないんじゃない。でまあ思い立て監禁しとくか。そうだね、完全にこれで監禁で確定したのでいいんじゃないですか。今このあんまり未鑑定のものがないまま進めてんの。くねった壺に右、あー、これわかんないっすね。ただの壺の可能性もあるし、まあでこれ以上がちょっとリリースできないので、またアイテムが余った頃に成長の種は満腹度のために飲む。さてさて、敵に攻撃してる分には木槌壊れない説あるか。それならそれはそれで結構大きなメッケモンだぜ。鉄の矢、そうだね、今回金があんまりないね。だからガマラあたりといい感じにできれば。で獣の盾、正直こんな都合よく何回もなかなか呪い外れないからそろそろ怖いけど、あ、プラスにいいですね。もう男鑑定は趣味みたいなもんなんで。で薄手の壺、壺が相変わらず未鑑定のものが大量に攻めてくるね。何ギターだっけ、千ギターか。はい、どうも。というわけでね、終わってしまいましたけど、6回が。本当は全探索してから進めた方がいいんだろうな、あれ。今更ながら思ったわ。はい、はい。よし。で、まあ、2000ギタンぐらい、2000ギタンぐらいっつって、2000ギタン目視した瞬間に2000ギタンから1900ギタンになった。よいしょ。で、おい。赤い草、薬草か、真空切り、まあ序盤戦は役に立つからね、ありがたく持っとこうかな。蛇の巻物んで倒して、あーでーと、はい、あー、さっき俺からパクったやつだな。多分中腹に、おー、硬いけど。待てよ。祝福だ。いや、今、よく、あれ入れようと思ったな。あ、そっか。祝福。
く。なんでもったいねー。それで考えたらどうしようかな。蛇の巻物を読む聖域でもこれで今後の運用もちょっとどうしようかなみたいのが変わってこれるから、それぐらい祝福はありがたい。で本当は桃取り出してんだけどな。どうしようかな。ここら辺悩ましいな。壺の鑑定したいんだけどな。変化の壺とかがあるんだったらさっさと変化の壺をキャッチしときたいんだけどな。でアイテム欄がいっぱいだからって言おうと思ったが、おそらくこの後マゼルンが出るから、マゼルンに盾混ぜてくって考えるとなんとかはなりそうだな。胴タヌキ、ここに来て急に胴タヌキで木の矢。そうね、こうなると剣も盾も一通り合成したくはなるかな。壺がねえからな。壺じゃねえ、杖がねえからな。やべ、杖があってね、血の恵み、ラッキー来ていいんだよ。来たー、いいねいいね。それぐらい強いのがプラスなんとかなってくれるとやっぱり安心できるよ。フロアそのものが狭いから、はーい、そうフロアそのものが狭いからなかなかしんどいね。で、あば、胴タヌキ、盾で弓矢もセットして。そうだね、マゼルン検知した時には結構もうアップアップが多いのよね、この状態だと。さーてとと、ああ与えたダメージに対して自分もダメージ受ける、いらねえな。歪んだ壺にこれ手封じ、やったな。木槌が呪われたってことは合成するイコール呪われるですよ。しかもこれ起きちゃったのかな。起きちゃったんだ。あー、木槌合成しようと思ってたんだけどな。ドーン、やば、なんでミスミス20ダメージを。どうしようかな。祝福の壺も割りたくねえしな。次のフロアにかけるか。はい、で6にさせていただいて1回普通に倒す。 OK で硬い、おお、ありがてえ。いや、やっぱ1個は離れててほしいな。今のマゼルンラッシュありがたいけどな。大丈夫、あ、昼の盾来たこれ。よいしょよいしょ、昼の盾はありがたいぜ。で薄手の壺に木槌、なんだろうこれ、全然わかんねえな。識別にペリドット、あー裏道の腕輪か。うん、これはなんかもう全部パワーアップ飲んで成長飲んで、でで裏道の腕輪つけて、あー待てよ、どうしようかな、悩ましいな状況が。ワンパン入れたからあのまま続けてもよかったかもしんないね。でよいしょと、
盾はもう間違いなく合成必須って感じだから、昼の盾が手に入っちゃったからね、危うく焼きおにぎりになるところでした。でよいしょ、さて待ち構えるならここなんだよな、圧倒的に。やべえ、やらかした。今普通に合成チャンスだったのに、くそ。今から縦の合成だからね、どうしても縦の合成はちょっと日和なら操作ミスしないようにしていこうって感じなんだけどね。まあその間にレベリングなんかもしちゃったりして、ああ呪う女か、あーでウホウホで、たまーに左下に徘徊して湧いてないかのチェックをしてあげつつ、問題がないことを確認して一番広いところに戻るを繰り返す感じだね。いやーマゼルンさんお願いします。桃があるのでなんとかはなるとは思うんですけど、なんとかはなるとは思うんですけど、昼の盾は行きたいっす。昼の盾はなんとか合成に持ち込みたいっすね。やべえ、風吹くぞ。ただのレベリングになっちゃってんな。おおわお。でもこの状態だったら OK ラッキー、当たれよ。 OK これで一気に物事が進んだ感じありますよ。でまあまあ焼きおにぎり食べといて、60でもね回復してくれりゃありがたいですからね。うわーそんな幸せな迷い。一回こうしてバカで、こうして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 で、縦投げてで、ワンパン食らうからワンパン用に歩いて、次はメッキ、はいで、ちょっとはいで、1個減っちゃいましたけどメッキがつきました。なのでこの後のゲドロ対策もバッチシです。さてで、ここからはなんか延長戦に近いけど、どうせならどっちでもいいですよね。胴たぬきにつけてもいいかなって気もするんですが、せっかく音切り層持ってるので、あの音切り層で最大値も上げときたいんですよね。さてバカなことしようって、待てよ。でこうして一回引っ張って縦投げてで音切り層投げてで30段ぐらいのバッファーを作った上で OKオッケー、これで HP も95で、胴たぬきも因数が6あるので6は、おっと吹いた、最後の巡り合い次第だな。ういしょ、おい、なのでここで最後に巡り合えるようなことがあればありがたくって感じだけど、死ぬなよ。オッケー、もうダメっすね、さすがにもうダメっすね。よいしょ。でもまあこれで結構なんだかんだ言いながら悪くはない状況にできたかなと思うので、
まあこんな感じで、さらに進めていきたいと思いますが、お時間いいところなので今回はこの辺で、また次回ですね、10回から始めていきたいと思ってます。よろしくお願いします。というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。 See you next time, stay tuned. Bye bye.